皆さんはケーナという楽器をご存知でしょうか。ケーナは中南米の民族楽器で、コンドルは飛んでいくなどで使われている縦笛です。福島県で活動するノルテハポンは、純粋に中南米の民族音楽フォルクローレを歌い演奏し楽しみたいという地元の有志が集まって結成された団体です。ケーナはフォルクローレ音楽に欠かせない楽器の一つであり、ノルテハポンではケーナを使って独自の活動を続けてきました。昭和50年に小杉ハポン第1回が全国から13グループ川俣町に集って、始まったんですが、当初はですね、ちょうど地球の反対側の国の音楽ということで、なかなか町民の理解も得ることができませんでした。一番大変だったのが、学校の方なんですね。子どもたちに悪影響を与えるのではないのかということで、その音楽祭に子どもたちを近づけないような形で、始まっておりました。それがですね、毎年毎年続けていくことによって、3日間で1万3000人も集まる音楽祭に成長しましたので、今ではもう川俣町の宝物だと思っておりますね。フォルクローレはケーナをはじめ自然の素材で作られた楽器で構成されており、日本人にとっても親しみやすい音楽です。地元では人々がフォルクローレを生活の一部として楽しんでいます。今から13年ぐらい前にですね、コスキンエンハポンの演奏会の本番を見に行きまして、あんなことができたらいいなというのが一番の動機ですね。小学校で、ケーナ教室というのを4年生の時にやって、その時に、斉藤先生に教えてもらって、友達にも勧められて、あ、面白いなと思って始めたのがきっかけです。ノルテハポンでは毎年フォルクローレの音楽祭コスキンエンハポンを開催しています。参加者は首都圏をはじめとする大学生の演奏グループなど、全国各地からフォルクローレを愛する人々が集まります。さらに中南米やヨーロッパで活動するプロの演奏家も参加するなど、世界的にも注目される音楽祭にまで成長してきました。本場の、アルゼンチンのコスキン祭は、選ばれた方だけが出演できる音楽祭なんですけれども、コスキンエンハポンは、フォルクローレの好きな方でしたらば、初心の方からプロの方まで、誰でも出演することができます。地球市民賞という素晴らしい賞をいただけることになりましたので、それを励みに全ての方に満足していただけるような音楽祭にしたいと思っています。コスキンエンハポンで優勝した演奏者は、アルゼンチンのコスキン市で開催される音楽祭に日本代表として派遣されることになっています。また音楽祭初日には、町内の幼稚園、小中学生、介護施設に入所している方々などが手作りのポンチョを羽織り、パレードを行うなど、地元に根付いた音楽祭となっています。こんなに素晴らしい、また大きな賞をいただけるとは思ってもみませんでしたが、みんなで賞を喜び合いたいなと思っております。文化というのは、ちっちゃな町からでも世界に発信することができる大きな力があるということを、改めて、分かってきたかなと思っております。地元の小学校では、4年生にケーナが支給され演奏を学ぶなど、フォルクローレが町の人々の間に浸透し、地域の活性化にもつながっています。フォルクローレを愛する人々が始めた活動が次第に広がり、人々に愛され、今では町の魅力となるまでに発展しました。